どうもどうもどうもお願いします。あー、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、今溶けた松ヤニをいただきましたけれどもね、これ一番いいですからね。夏場はいつも溶けてますからね。こんなんぼあってもええですからね。ほんまにありがとうございます。言うとりますけども、ちょっといきなりですけどね、うちのおかんが好きな楽器があるらしいんやけど、その名前がちょっと忘れたらしくてね、いろいろ考えてるんやけど全然わからへんねんな。わからへんの。ほならおかんの好きな楽器一緒に考えてあげるから、どんな特徴言うてたか教えてみてよ。大きくて低い音が出る弦楽器や言うねん。おー、その特徴はもう完全にコントラバスやがな。コントラバスな、すぐわかったわこんなもん。うん、でもちょっとわからへんねんな。何がわからへんのよ。いや俺もコントラバスと思ってんけどな。いやそうやろ、その楽器弾いとったら女性にモテるらしいねん。おー、ほなコントラバスと違うか。コントラバス弾いてて女性にモテるなんてありえへんもんね。せやね、もともとモテる人がコントラバス弾いたらモテるだけであって、もともとモテへん人がコントラバスを始めることによってモテ始めるなんてことないもんね。コントラバス側もね、モテる楽器として任命されたら荷が重いよ。せやねんせやねん、コントラバスってそういうもんやから。ほなコントラバスとちゃうがな。ほなもうちょっと詳しく教えてくれる？うん、家に置いとったら邪魔な楽器らしい。コントラバスやないかい。あんなもんめちゃめちゃ邪魔やからな。ほんでグランドピアノの方が圧倒的にでかいのに、なぜかコントラバスの方が邪魔なのよ。それ間違いないで。でもわからへんねん、おかんが言うにはその楽器を弾くには小さい頃からの英才教育が必要らしい。ほなコントラバスと違うやんか。うん、コントラバスの魅力はある程度大きくならな分からへんのよ。そやね。ほんでバイオリンとかやったらちっちゃい子用に2分の1サイズとかあるけど、コントラバスの2分の1サイズってもうそれチェロやもんね。それチェロやった方がええよ。他なんか言うてなかった？うん、音低すぎて正直何弾いてるか分からへんらしい。コントラバスやないか。コントラバスとチューバは人間の耳が聞き取れる範囲を超えてるのよ。すべての音がドレミで聞こえる絶対音感保持者も、ある一定の音を下回るとドレミからボボボに変わるらしいで。ほなコントラバスで決まりやんか。でもわからへんねん。わからへんことない。おかんの好きな楽器はコントラバス。もう。でもおかんが言うにはコントラバスではないって。ほなコントラバスちゃうがな。おかんがコントラバスではないって言ってねんたらコントラバスちゃうかな。さっき言えよ。これどうなってんねん、もう。でもおとんが言うにはな。おとん、それ三味線ちゃうかって。いや絶対ちゃうやろ。もうええわ。どうもありがとうございました。